こんにちは、フジツアーです。この背景の画像ですね、石垣島の海カフェから、の写真になります。綺麗ですね。ビーチもいいけど、そのカフェとかもですね、非常にまあいいかなという感じです。でですね、まあ、一般的な、オプショナルツアーとかはたくさんですねご準備してありますし、現地でも頼むことができるんですけども、ちょっと変わった楽しみ方ということでですね、いくつかご案内したいと思いますけど、前里ビーチ、これお手軽にですねリゾート気分が味わえます。これはですね、石垣島のインターコンチネンタルリゾートという大きなホテルありますけど、そこのですねビーチの部分ですね、プライベートビーチの部分、ここは誰でも宿泊客じゃなくても無料で、入ることができるそうです。でここにですね行くとですね、前ホテルが裏側にありますので、ホテルの施設を利用したりとか、ビーチでのんびりしたりとか、いう形でリゾート気分を勝手に味わえるという形になります。それからですね、あと街中の、これはですね、ユーグレナモールというなんかこうモールアーケード街みたいなのがありまして、ここはですね石垣島の、他にはないですね独自のお土産が揃ってますので、ぜひご利用いただきたいと思います。時間あったらぜひ一回訪れていただきたいと思います。それとですね、昼間の写真ばっかりとか、イメージが多いんですけども、ポイントはやっぱり夜ですね。天然のプラネタリウムになります。高いビルとかですね、こう明かりが比較的都会に比べて少ない石垣島です。本当に天然のプラネタリウムなので、ぜひゆっくり椅子に腰掛けて、もしくは寝そべってですね、夜空を見上げていただきたいと思います。本当に綺麗です。それからですね、綺麗つながりでいきますと、石垣島はですね、大体2月頃、冬場の2月頃を除いて1年中ホタルを見ることができます。これオプショナルツアーでも、あるんですけれども、ご自分でも、行けるということで、ホタル、年中見れますので、なかなかですね見る機会今ないと思いますので、この機会にですね行かれたらいいと思います。今回は鹿児島発着の、全日空で行く石垣島3日間のプランで52,800円からというフリープランをご提案しております。詳しい内容は画面下のコメント欄の上にですね、商品詳細の URL を貼り付けておりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。